<laughs> 皆さん、はじめまして。もしもですが、今までに発売、リリースされたすべての格闘ゲームで、CPT プレミア大会並みの高額賞金大会が開かれるようになった後の格闘ゲームをやり込みますか昔他の格闘ゲームで活躍していたプレイヤーがこぞってスト5をプレイし始めた時に、もともと安さゲームを大会でもらえる賞金が高かったら、やめてなかったのかなと思ったのが上の質問のきっかけです。長文失礼しました。ご回答していただけると幸いです。えー、っと、いや、スト5じゃないですか。現時,現時点であるゲームで言えば。あのー、やっぱり、そのー、 例えば俺よく、まあなん、お話結構してるんだけど、スト2のこういうところいいよねとか、ゼロスーのこういうとこいいよねとか、カプエス2のこういうとこいいよねっていうのがう、あるんだけどもちろん。でもこれはアプレがない時代のゲームだから、えっと、それを何の制限もなしで遊ぶっていうのは、さすがにちょっときついんですよ。競技として見たとき。だから、えっと、まあ競技ってなるとやっぱスト5になっちゃうんだよね。うん。あと、その高額賞金だから、なんか手薄なゲームをやるっていう発想はないかな。 人が一番いて、レベルが高いから、スト5は面白いなと思ってるから。うん、ただ、リメイクをしてくれるんだったらいいなと思えるのは、ゼリーそれからカフェスーとかかな。うん